WBC 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ、エリック・モラレス対ジョン・ロウィーの一戦からご紹介してまいります。あのダニエル・サラゴサを下してタイトルを取りましたエリック・モラレスがロウィーと対戦します。これが初防衛戦です。今チャンピオンが入場してまいりました。今日の解説はおなじみの元 WBC 世界ジュニアウェルター級チャンピオンの浜田剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、よくお客さんが入ってますね今日。まあ、やっぱり若きチャンピオン三田さんにこれだけ入るんですね。そうでしょうね。今日は地元、まあ、凱旋試合ということになります。初防衛戦、どういった試合をこの地元のお客さんの前で、ファンの皆さんの前で展開してくれるでしょうか。さあ、それではここで両選手のプロフィールを安江さんに改めて紹介してもらいたいと思います。お願いします。はい、両選手の経歴や成績をご覧いただきましょう。チャンピオンはメキシコボクシング界の若き後継者エリック・モラレスです。メキシコはティファナ出身の21歳。93年プロデビュー、95年にエンリケ・フピテルに6回 TKO 勝ちし、メキシコジュニアフェザー級タイトルを獲得。その3ヶ月後にはファントーレスに12回判定勝ちし、北米ジュニアフェザー級タイトルを取りました。そして昨年9月に日本でもおなじみのダニエル・サラゴサを11回 KO で破り、 WBC 世界ジュニアフェザー級タイトルを取りました。今回は地元での凱旋防衛戦となります。戦績は27戦全勝、27勝のうち21の KO 勝ちがあります。一方、挑戦者は同級10位のジョン・ロービーです。アイルランド・ベルファスト出身の31歳。88年プロデビュー、94年からアメリカのシカゴに本拠地を移し連勝を続けました。95年4月にファンカメロに5回 TKO 勝ちし、クーイの IBO ジュニアフェザー級タイトルを取りました。その4ヶ月後、ケネディ・マッキニーとクーイの WBU ジュニアフェザー級タイトルを争いましたが、8回 TKO 負け、唯一の黒星を喫しています。今回は敵地メキシコに乗り込んで王座獲得を狙います。戦績は26戦25勝1敗、25勝のうち18の KO 勝ちがあります。さあ、それでは試合の方を追いかけてまいりましょう。 WBC 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ、この試合は昨年の12月12日メキシコのティファナにありますアウディトリオムニシバルで行われたものです。こちらがジョン・ロウィー、アイルランドベルファストからやってまいりました。まあ、シカゴで一時戦っていたこともあります。一方、こちらがチャンピオンのエリック・モラレス。前回の試合が3ヶ月前、9月6日、あのダニエル・サラゴサに11ラウンド KO 勝ちでタイトルを手に入れています。リングアナウンスが始まりました。メキシコはティファナのリングです。リングアナウンスしばらくお聞きいただきましょう。Super Bantamweight 12 rounds for the Super Bantamweight Championship of the World. This championship bout has been sanctioned by La Comisión de Box y Lucha Libre de Tijuana, Ramón Espinosa, Chairman, and the World Boxing Council, José Sulaimán, President. Supervising at ringside and representing the WBC from Tijuana, Baja California, Mexico, Ramón Espinosa.From Mexico, Distrito Federal, Demetrio Vallado. Judging at ringside, from Sacramento, California, Hank Ellis Puro. From Curaçao in the Netherlands Antilles, Harold Lawrence. From La Paz, Baja California Sur, Guillermo Ayon. And our referee in charge, from Dallas, Texas, Lawrence Cole. In the red corner, the challenger wearing green and white trunks with a professional record of 25 wins, 1 loss, 18 wins by knockout at 119 and a half pounds from County Down, Ireland, fighting out of Chicago, Illinois, John the Quiet Man, Lowey. ランキングは10位です。挑戦者、ジョン・ロウィー。Across the ring in the blue corner wearing black trunks.He's undefeated in 27 professional fights, 21 of his wins by knockout. He weighed in at 120 pounds from Tijuana, Baja California, Mexico, the WBC Super Bantamweight Champion of the World, Eric El Terrible Morales. ものすごい歓声が沸き上がりました。地元の21歳のヒーローです。エリック・モラレス。これが初防衛戦です。
さあ浜田さん、はい、前回の試合であのサラゴサを倒してチャンピオンになった選手が初防衛戦です。そうですね、このチャンピオンモラレス相当前評判いいですからね、それで KO 率が高いんでパンチ力がどれくらいのものなのか注目したいですね。そうですね、27戦全勝 21KO 勝ちです。これは WBC ルールにのっとって行われます。ノースリーノックダウンルール、フリーノックダウンルールということになります。それからスタンディングカウントはありません。ラストラウンドのみ、ゴングに助けられます。レフリーだけがこの試合をストップすることができます。コーナーで祈りを捧げているようです。メキシコ地元ティファナ出身のエリック・モラレスです。まあ、金が、ね、チャンピオンになったら地元で戦いたいと言っていたそうなんですけど、それが叶ったわけですね。そうですね、まあ、その希望が通るということはやっぱりそれだけ注目されているというところもあるでしょうね。あ、そうでしょうね。さあ試合が始まりました。おー、いきなり来ました。ジョン・ロウィー、いきなり突っかけてきました、まあ、チャンピオンのモラレスが振り向いた瞬間ですよね。まあ、こういうのは4回戦選手がよくやる場合ありますけどね、はい、世界タイトルで珍しいやり方ですね。本当にそうですね。アイルランド人のジョン・ロウィー、いきなり突っかけてきました。左を出しました。まあ、これはおそらくずっと考えていたことなんでしょうけれども、第1ラウンドからもうエンジン全開といった感じがあります。31歳のジョン・ロウィー、まあ、大体世界タイトルやる選手はチャンピオンがどれだけの力、挑戦者どれだけの力ということで大体調べた上でリンク上がってくるんですね。だから今のような戦法というのはあんまりやらないんですけどね。あ、4回戦選手の場合は大体相手が分からないわけですよ、はい、その場合にまず最初に相手を脅かしておこうというやり方で振り向いた瞬間に一発打とうという考えがよくあるんですけどね。なるほど。しかし、まあ、世界タイトルで私は初めて見ましたね。ああそうですか、はい、21歳の若きチャンピオンなんですが非常に冷静な表情を見せています。インサイドから打っていきました。ロウィー挑戦者、まあ、元々この若いではありますが、一つの特徴としまして非常に冷静であると周りから言われています。今見てもですね、本当に顔色一つ変わらないしですね、それでボクシングがスマートですね。あ、なるほどね。あと打たれてない顔してますね。あ、いい顔してますよ、はい、アマチュアの経験も豊富でありまして、まあ、2つの説があるんですが110勝8敗とそれから181勝しているという説もありますが、どちらにしましても素晴らしい成績です。93年3月に16歳7ヶ月でデビューを果たしましたエリック・モラレス。3ヶ月ぶりの試合です。一方のジョン・ロウィーは今左オープン気味ですけど食いましたね。はい、左を出していきます。前回の試合が97年6月7日の試合ということになります。少し時間が空きました。挑戦者のジョン・ロウィー立ち上がり1分、これ1分を切っています。あ、右のストレートが入ります。左を返しました。コーナーに入りました。お客さんが後押しします。このアウディトリオムジシバルは、まあ、言いますと市の公会堂といったそんなホールなんですけれども、6000人収容の大きな会場です。まあ埋まってるみたいですね。本当に埋まってますね。そしてその6000人の観衆が全ておそらくほとんどのお客さんがこのモラレスを応援しています。チャンピオンです。右のクロスを張っていきました。チャンピオン左を出します。1ラウンド目、まあ、あれだけ相手、ロウィー相当打ってきましたけど、ほとんど表情変わらなくて打てるっていうのは、まあ、21歳ですけどベテランらしいところありますね。フェイントからワンツーを放っていきました。3つ目を返したところでゴンが鳴っています。第1ラウンド終了しました。このラウンド10対9モラレスのラウンドです。初防衛戦を迎えています。チャンピオンがまず第1ラウンドを取りました。こちらは挑戦者のジョン・ロウィーです。世界初挑戦です。 WBC 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ12回戦をお届けしています。これはスタートの映像ですね。まあ、ゴングと同時に走り出したんですね。まあ、反則ではないですからね。はい、まあ、若いチャンピオンの出鼻をくじこうという作戦だったでしょうね。なるほどね。こちらのジョン・ロウィーは31歳になっています。95年の8月にあのケネディ・マッキニーと、当時空位でした WBU のタイトルを争ったことがあります。場所はシカゴです。そのアイルランド挑戦者ジョン・ロウィーのインタビューが流れているようです。
Wayne McCulloch was unable to achieve this in January of this year. まあぜひフリーにベルトを持って帰りたいと言っております。Eric Morales still lives at home with his parents.メキシコのティファナというのは相手のチャンピオンの地元であるけれども、まあそれでもこのベルトを持って帰りたいんだということですね。まあその意気込みというのは1ラウンドのその奇襲作戦には出ているところありますよね。彼には両親がまあいまして、そのために戦うだろうけれども、自分にも奥さんとそれから3人の子供さんがいるそうです。ジョン・ロー・ウィー、1ラウンドのこれはパンチのパーセンテージなどを出しています。打った数、当たった数、それからそのパーセンテージです。左を出していきますジョン・ロー・ウィー。まあ1ラウンドの奇襲作戦は成功はしませんでした、挑戦者。まああの奇襲作戦でチャンピオンが乱れなかったということが言えるんですけどね、まあどっちかというと狙いは良かったと思いますよ。まあ先ほども言いましたが、長所であるところがその冷静さ、およそ1年半も1位の座にいながらずっとこの挑戦を待たされていたという経緯があります。そしてようやくこのチャンピオンになりました。まあ普通1年半も、ね、1位にいるということは珍しい経緯ですけどね、あの指名試合がありますからね、それを1年以上も待たされるというのはやっぱり相当警戒されていたということは言えますよね。なるほどね。まあ21歳の若者ながらその辺の気持ちの持ちようはしっかりしたものがあるようです。ちょっとなんかこう荒っぽくなってきました。まあロイの方もですね、これだけお客さんがいるとこの大歓声を跳ね返そうとするとやっぱり少し荒くなるでしょうね。大振りしていきます。そこを2回で殺します。チャンピオンモラです。チャンピオンは173センチです。一方の挑戦者は168センチ、チャンピオンが5センチ身長では上回っています。計量では120パウンドちょうどがチャンピオン、 54.43キロ。一方のジョン・ロウィーはそれほど、それからハーフパウンド下回りました。119パウンド、2分の1です。エリック・コールが湧き上がっています。アメリカとの国境の街にこの初防衛戦が組まれました。エリック・モラレス、自分の故郷でもあります。ちょっとここでストップかけます。まあ前回のタイトルを取った試合というのがダニエル・サラゴサ。浜さん、この試合をご覧になったそうですね。まあこの試合はですね、あの老獪なダニエル・サラゴサが自分のペースに持ち込もうとしても誘いに絶対乗らなかったですね。そういった面ではやっぱり21歳とは思えなかったですね。そうですか、はい、ここでゴングです。第2ラウンド終えました。浜さん、このラウンドもチャンピオンモラレスの10対9です。そうですか。まああの老獪と言われましたダニエル・サラゴサに、まあ、そういった面で上回るということは、やっぱりすごい自信があったからということは言えると思いますけどね。ただ私はもう少し荒々しいところあってもよかったかなというふうには思いましたけどね。そうですか。ただメキシコの選手だとですね、20歳前後というともう全盛期に近いぐらいな選手なんですね。だから精神的にもやっぱり相手の誘いに乗らないようなフラフラしたところはないですね。こちらがジョン・ロー・ウィーです。26戦25勝1敗。この1敗というのが2年前のマッキニー戦、これは TKO 負けだったんですが、当時シカゴで非常に人気を博していましたこのロー・ウィーだったんですが、マッキニーに挑戦したんですが小天板にやられたという試合ですね。まあこの当時のマッキニー、まあ、現チャンピオンではありますけど、あの当時はもっともっと強かったですからね。そうですね、はい、さあ第3ラウンドです。ステップバックしていきます。ずっと交代します。チャンピオンモラレス身を振っていきました。これはブロッキングされています。まあ、チャンピオンのモラレスは身長以上に手は長いでしょうね。そうかもしれませんね。あのロングのパンチが相当よく伸びてますよ。手元の資料ではですね、ちょうど身長よりも10センチ長い183センチですね。本当にボクサーに適してる体型ですね。まあボクシング上の方を目指している選手にとっては羨ましい体型でしょうね。ワンツーを見せようとしたんですが身は躊躇しました。いや、自重しています。エリック・モラレス、97年の9月6日にこのタイトルをゲットしました。エリック・モラレス、
手が同じメキシカンのサラゴサ、メキシカン対決で大いに盛り上がった試合、まあ、そのサラゴサはその試合で敗れました、引退を表明したわけですからね、まあ、あの試合新旧交代かなという感じしましたね、まあ、沈みゆく太陽と昇ってくる太陽ということで21歳、まさにこう現在まだまだ昇っていこうというエリック・モラレス、初防衛戦を迎えています。それでこういった顔立ちしてますから人気も出るでしょうね。そうでしょうね、はい、なかなかのハンサムボーイです。お父さんの影響で、ボクシングを始めています。チャンピオンボディブロー左を連打します。身を返しました。ショートだった。時計を止めます。バッティングですか。あ、カットしてますね。切りましたね。あ、左目切りましたね。アクシデントヘッドバットということで、これは偶然のバッティング、偶然のバッティングですね。しかしこれ WBC ですからカットさせた方にこれ確か、あ、減点しますね、うん、切らなかった方ですから、ローウィーの方から1点減点ですね、はい、これが WBA だったら、あ、両方に減点はないんですけどね。そうですね、まあ、偶然のバッティングで左の目尻をカットしてしまいました。チャンピオンであります。ちょっとこの立ち上がりだけに心配されます。21歳チャンピオンのモラレス、この血が目に入るとやりにくいところありますよ。そうでしょうね。左を出していきます。ロゴイン入っています。あ、バックしました。コーナーに入りました。チャンピオン、挑戦者のローイーとすると中に入っていって、右をどんどん叩きつけておけば傷口もっと広がる可能性ありますからね、右のクロスになっていました。チャンピオン、さらに右のスウェット張っていきます。モラレス左を出しました。挑戦者、チャンピオンのモラレス、ちょっと見にくいかもしれないですね。体を左右にあるいは前後に振ります。ロブイ入ってきました。足がもつれ合いました。ここはゴングです。ここはゴングです。第3ラウンド終えました。このラウンド挑戦者ロウィーの10対9、それで挑戦者ロウィーの方に限定1ですね、はい、ポイントは結局同じということになりますが、ミゲル・ディアスさんがカットマンを務めています。ちょっと深刻そうな顔してますね。ちょっと深いんですかね、まあ、カットマンドは相当な腕持ってますからね、ディアさんは。左目の目尻をカットしています。ちょっと今綿棒で隠れて見えませんけれども、ここでセコンドの腕の見せ所なんですね。ですね、この1分間でどれだけ血を止めるかですね、これですね、偶然ですね。ただですね、まあ、これから伸びなきゃいかんチャンピオンモラレスとすれば、このバッティングは偶然とは言っても本人にも責任ありますよ。だから頭も相手の頭もパンチと見なければいけないですからね、さあ第4ラウンドです。インターバル後、出血は現在のところまだパンチを受けていませんから何とも言えませんが、ピタッと止まっています。しかし交代一本になりましたね。まあ、相手が、ロウィーの方がどんどん出てくる構え見せてるんで、おっと、バッティングに対しての、まあ、アピールですけどね。これは減点はありません。さあ、ここまで、3ラウンドまでご覧いただきましたが、両選手の動きというのは今日はどう映りました。挑戦者のロービーは彼は硬いんですけど、タイトル取りたいという気持ちは相当出てますね。それでチャンピオンのモラレスは、まあ、常に冷静という状態なところはありますけど、もう少し長いパンチをどんどん打って突き放すと思っていいんですけどね。そうですか。少しゆっくりしたリズムの選手ではありますね、はい。攻め込まれています。チャンピオンモラレス、1回レフリーが入りました。レフリーはローレンス・コール。ワンツーから右打ち上げてきました。左を出して距離を置きます。ローウィー
今みたいな右ストレート打ち下ろして、そして左アッパー突き上げると、なかなか入ってこないですからね。バッチの打ち下ろし、そして右のダブルです。ボディから顔面持っていきます。クリンチに行きました。自ら飛び込んでいきます。ジョン・ローウィーがクリンチに行きました。また出血が始まりました。相手の右のストレートをかわします。左をうまい感じで入れていきました。チャンピオンモラレス、もう少しモラレスは左からリズム取るといいですね。まあ、ちょっと今ゆっくりしたリズムになってますからね、はい、右のカウンター狙い、ロウイ当たりませんでした。左が出始めます。チャンピオン相手の左アッパーです。右のアッパーから右のクロス、これ当たっていません。チャンピオン左が当たった、左当たりました。左伸ばします。リーチを利用します。相当伸びますね、それで伸ばしてどんどん相手を突き放すことですね。小さな右のクロス、残り22秒。ボディブロから左顔面、チャンピオンを後押しします。残りわずかになりました。第4ラウンド、長い距離はいいですね、チャンピオン、せっかくリーチあるんで体まで持っていかないことが頭に入れることですね。わざわざ体を持っていくとまた自分も空距離に入りますからね。このラウンド、はい、チャンピオンの10対9です。第4ラウンドはチャンピオンが取りました。大きく息を吐き出します。ジョン・ロウィーです。WBC 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ、メキシコティファナで行われている試合です。チャンピオン21歳のモラレスのこれが初防衛戦、地元での試合です。ダニエル・サラゴサから手に入れましたこのタイトルを、このジョン・ロウィーと争っています。まあ、ティファナのですね、特に荒っぽいところでモラレスは育ったということであります。まあメキシコですから結構気性の激しいかなと思いましたけど ね、お父さんの先ほど言いましたホセ・モラレスさんが元ボクサーでありまして、この方の影響で、ボクシングを始めています。そのお父さんはですね、かつてはあのルーベン・オリバレスのようなという異名を取った、そういうふうにまで言われたということです、ね、現在はトレーナー、はい、まあ、そのお父さんの影響もだいぶ受けているということです。トップランク社のあのボブ・アランプロモーターと契約しています。チャンピオンのエリック・モラレス、今挑戦者のローウィーの方がちょっと軽くステップ踏んだんですけどね、それに対してのヤジですよね。まあやりにくいでしょうね。そうでしょうね。何かすればああいったヤジが来るんですから、ロッキングダムクロス右アッパーです。距離を詰めてくるところ待っていました。チャンピオンモラレス、チャンピオンのモラレスはロングパンチももちろん得意なんです、相手が入ってきてショートになってもショートも大きく振って、打つようなタイプの選手ですね。ショートは小さいパンチじゃなくてショートも大きく角度を決めて打つ選手ですね、左から右ワンツー、左を返しました。チャンピオンのモラレスは現在はメキシコでの試合がまあほとんどなんですけれども、キャリアの中で、必ずしもそうとは言えません、アメリカ進出さえも考えています。95年7月ラスベガスへ進出しました。この時はファントーレスを判定で下しまして北米のタイトルを取っています。まあ、おうーん、あれっと今右目をあーそうでしたね。これバッティングバッティングですね。バッティング首を振っています挑戦者ロウィー。偶然でしょうけど、はい、WBC ルールで減点ですね。それで挑戦者のローウィー首を振っていたわけです。右側ですか、最初当たった接触した時に切ったんですね。まあそういうことですね、先ほどとは全く逆の目尻をカットしてしまいました。まあこの場合偶然ではあっても、まあ対戦相手とすれば何か怪我させたいっていうのはありますからね。あ、この時ですね、まあ、ですから自分を守ろうとするとどうしても頭を相手に向けますから、
これも仕方ないことですからね。ただチャンピオンのモラレスは不用意ですよ。はい、両目切ったということは自分不利になりますからね。その辺がまだ若いところなんでしょうか。エリック・モラレス、あ、もう交代を余儀なくしているというそんな感じがあります。いや、左を突きます、きます、1回入りました。減点ですか。また減点ですね。バッティングだと、あ、このなるほど、故意にぶつけようとしたということを言ってるんじゃないですかね。ですからぶつかってはないけどやろうとしたということで減点なんでしょうね。今のは確かに頭を振りながら入っていきましたけれども、まあ、それを故意と取られたようです。松尾出しました。今恋だったんですかね。ちょっとロウィーに聞いてみたいところですね。インテンショナルバッティングだったんでしょうか。それを捉えたようです。とにかくこれマイナス2ポイントということになってしまいました。左出します。大きいですね、これは大きいですね。残りわずかのこの第5ラウンド、またちょっとアピールしています。エリック・モラレス、チャンピオン。第5ラウンド終了です。このラウンドチャンピオンの10対9、はい、そして減点が2点ありますね。ありますね。そうすると10対7になりますね、はい、バッティング、まあ、偶然のバッティングもあったんですけれども、困ったという表情を見せてしまいましたジョン・ロウィー。垂れ止めを目の下にも当ててもらっています。まあ、非常に勇敢なラフのファイターということなんですが、この挑戦者ジョン・ロウィー、ここまではポイント的にはもうこれ圧倒的ですね。なってしまいましたね。一発大きいのどっかで決めないとこの流れ、変わらんですね。3回に続きましてこの5回もサイドのバッティングで右目尻をカットさせてしまいました。チャンピオンがカットしました、そのシーンです。2度ほど頭が当たってると思うんですが、最初の時ですよね。これは偶然ですから、まあ、チャンピオンも不注意ですよ。これはこの後ですね。あ、これですね。これを故意にぶつけに行ったということに見られたんですね、まあ、チャンピオンがこう上からクリンチするような格好、それを押して頭を振りながら押してきたようにもね、見られます。そうに取られたんでしょう、おそらく。そうなんですかね、まあ、本人は、まあ、普段から頭を振ろうというジェスチャーをしてますね、今もこれ確かに ねよく左右に振っています。だからその一環だというふうなアピールでしょうけどね。ただそれまでに2度ほど偶然ながらありましたから ね、 レフェリーのローレンス・コールもちょっと神経過敏になってるんでしょうか ね、 両目尻をカットしてしまいましたチャンピオンのエリック・モラレス。冷静さをこの、まあ、非常に冷静だという評判を取っていますこのエリック・モラレスですが、この状況にありましても冷静でいられるか。いや、冷静ですよ。あ、まあ、逆に、はい、ああいったところで、カーッとなって、なんていうんですかね、打っていくところを出るともっと人気で出るんじゃないかなと思いますよね。なるほど、はい。まあ、外見からでしょうか、その風貌から、あるいはスタイルでしょうか、こう燃え上がるというようなことをやるというふうには見えませんよね。全然ですね。左のストレートをボディーブロー伸ばしていきます。タイトルを取ってから3ヶ月のインターバルがありましたエリック・モラレス。まあ、モラレスの戦績見るとボクシング荒いかなと思いましたけどね、はい、スマートで本当にまとまってますね、もう少し、21歳ですから荒いところ見たいところですけどね。27戦全勝 21KO です。まだまだその、まあ、欲を言えばまとまるのは早いといったところです、まあ、と思いますけどね、はい、メキシコはみんなその段階ではもうみんなまとまってるんですよ。あ、これでデビューやっぱり16歳ですよね。そうですね、はい、まあ、早くにして熟成されるんですよね、ボクサーとしての。メキシコの選手は大体そういったパターンですね、それでサラグサみたいな選手
押す先で花火を開くというのも結構珍しいですよね。あ、そうですね。あ、ドクターにチェックさせます。ちょっと深くなりましたかね、これもう6ラウンドまで来てますので、スコアペ、ジャッジペーパーになりますよね、そこまでの採点ということになりますよね、はい、そういった勝ち方でも乃木坂のモラレスですから納得いかんでしょうね。そりゃそうでしょうね。望んでいていました。地元でのこれが防衛戦になります。それが実現しているわけですが、さあそのエリック・モラレスにその地元のファンの皆さんが大きな声援を送っています。おお、いや、大きな声援でしたね。コーナーに追い詰められています。チャンピオン、さあ挑戦者、逆転抜き取るか。あっとゴングです。このラウンド挑戦者ローリーの実態1球です。はい、挑戦者が初めて完璧に取りました。ペイントから頭を振って入ってきました。左パンチ、これですね。これ大きく食いましたね。右のストレート、これは脆い選手だったら倒れてますよね。この後も打ち合いに応じました。何発かは入っているようですけれども、このラウンド取りましたのは挑戦者のローウィーです。さあ7ラウンド目、 WBC 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ12回戦。両目尻をカットしているチャンピオンエリック・モラレス、それで勢いづきましたが、6ラウンド目を取りました挑戦者、初めて明らかに取ったラウンドであります。ご覧のようなトランクスの夜明けになります。初防衛戦のエリック・モラレス、おっと頭下げてきますね挑戦者ローウィン。体起きるとチャンピオンの右ストレート飛んできますからね、ただ下げたにしても左ラッパー突き上げられますからね。軽く当たりました。これでも大歓声が湧き上がります。頭がまた当たりました。ちょっとアピールしていますチャンピオンモラレス。もうローウィーの方はバッティングなんかもう関係ないという感じですね。もう倒すしかないですか。それしかないですからね、左を出します。もうボクシングやってたんじゃやっぱり1枚も2枚もレベル今違ってますからね、WBU というマイナー団体を考えなければこれが世界初挑戦になります。ジョン・ローウィー、ここまではポイント的には圧倒的にいい不利になっています。ワンツーから左を返します。モラレス右を突き上げました。さあボディへ左を返します。顔面に返します。右のジャパッチ、これは当たっていません。このラウンドはセコンドに言われたのかパンチ集めていますね。体を振ります。リングの中央に帰ってきますモラレス。一度レフリーが割って入りました。打っては引きます、距離を置きます、ボディブロー。ただこのラウンドは攻めに転じてますよ。はい、おーっと、さあ押していきます。やが右のクロス引っかかったようです。ちょっとチャンピオンモラレスモーションがちょっと大きいところあるんですね、これモーションもっと小さくするとダウン取れますけどね。はい、ボディブロー後にカットした方、右の目尻の方のが出血がひどいようです。左はどうやら現在は止まっています。左を出しました。おそらくカットしたあたり、グローブが触っているでしょう。また注意を受けています。今何を注意されたんでしょうか。肘でかち上げたということですかね。7ラウンド目終了です。このラウンド、挑戦者モラレスの10対9です。挑戦者モラレスね。いや、チャンピオンモラレスの実体球です。そうですか、はい、こちらが挑戦者です。動きはどうでしょうここまで。ポイント的には圧倒されているんですけれども、挑戦者ローイーですか。落ちてきましたか。ローイーはやっぱりパンチが効いてきましたね。鈍ってきました。一方チャンピオンの方はどうですか。チャンピオンは、7回目に攻めに転じましたけどね、それでも
まだ冷静ですね。この冷静さというのはもう持って生まれたものなんですかね。まあ、そこ指導もあると思いますけどね、はい。まあ、バックにはかつてのボクサーでしたお父さんもついています。チャンピオンのエリック・モラです。こちらは挑戦者のジョン・ドーウェイ。ちょっと目の腫れをかなり深刻にスタッフが心配しているような感じがあります。あ、そうではなくてゴングは鳴りましたが、試合放棄ですか。あは、危険しましたね。これ以上やってもまあ勝ち目ないということだったんですね。まあ、やるだけやったということですかね。ちょっとスタッフがまあ深刻な感じ、気配が伺えたんですが、どうやら危険したようです。まあ仕方ないかもしれないですね。リング上ではチャンピオンのインタビューが行われています。両目尻をカットしてしまいました。まぶたのあたりだったようです。あ、もう諦めた、もうしょうがなかったというような表情。まあ、一気に7回目で気力がガクッと落ちましたね。しかしエリック・モラレスにとりましてはこれは地元での初の防衛戦、それを勝利で飾ることができました。まあ、スカッという形ではなかったですけれども、まあ持ってるものはいいものもありますよ、チャンピオン・モラレスは。ただやっぱり、これから注文したくなるようなところはいくつか ありますけどね。あ、そうですか。勝利を収めましたか。不本意なんでしょうか、こういった表情。まあ、これが持って生まれた表情なのかもしれません。落ち着いた非常に21歳の若者であります。目切ったの初めてなんですかね。あは、傷はちょっと見えないですからね。まあ、癖にならなければいいんですけどね。なるほどね。8ラウンド TKO 勝ちと言いました。やはりゴングは鳴ってたんですね。ということですね。鳴ってからの危険ということですね。はい。8ラウンドはスタートしたんですが、立ち上がらなかった、危険したということでありまして、8ラウンド TKO 勝ちというコールがありました。エリック・モラレス初防衛に成功です。両手を高々と掲げられましたこのエリック・モラレス。さて、この浜田さん、モラレスなんですが、はい、今後はですね、はい、どうでしょう、ね、どのくらいまでこの防衛回数伸ばすことができそうですかね。はい、相手誰とやるかにもよると思いますけどね、今のところ今のボクシングすれば結構負けないボクシングではあるんですよ、はいはい。ただお客さんを引きつけるという意味でですね、見せ場を作る、そういうところが欲しいところですね。これだけ人気があるんですが、そういったものを持てばもっとなんていうリングに花が咲くようなね、素晴らしい脚光を浴びる選手になってる選手ですよ。以上、メキシコのティファナで行われた一戦、 WBC 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチはエリック・モラレスがジョン・ロウィーを8ラウンド開始早々 TKO に下しまして初防衛に成功しています。